グランは、フランス、ブルターニュ地域県、モルビアン県のコミューン。グランは、コルヌアイユ地方に属する。カンペール市教座の一部である。1950年代に、住民の言語がフランス語に切り替わるまでは、ブルトン語のコルヌアイユ方言が話されていた。県の他の部分では、ブルトン語のワンヌ方言が話されているが、コルヌアイユ方言は、現在のグランを合理のコミューンや、 エルガワウマンのファウエトで話されていた。グランはバンヌから98キロメートル、カンペールからは43キロメートルの距離である。グランはアルモリカ山海の主たる山領である、ノアール丘陵の南側に位置する。町の主要河川はイナム川である。サンテルベ教会町の中心部にある自由の女神像のレプリカ11世紀から12世紀、グランには四尺量が置かれていた。 1265年以降、支社区領は、ブルターニュ公領に併合された。1532年のブルターニュ及び、フランス連合、飲酒税一期さなかの1675年、教区民たちは、彼やケルゴエ女王を略奪した。グランでの一期の資料をシャルルモルバンは、捕らえられて、ガレー戦に繋がれた。19世紀後半から20世紀初頭まで、グランから、 大勢の移民が北米へ向かった。グラン地方にルーツを持つ大勢のブルトン人がアメリカ合衆国で暮らしている。1913年、グランのトロンジョリー昭園出身のジョセフ・ユリアックが妻や10人の仲間、その家族らはロッキー山脈のふもとのアルバータ州にグランという村を作った。1923年、このグラン村に郵便局ができた。 後ブルトン人の12家族が最初の移民たちに合流した。1938年、ニューヨーク州におよそ3000人のグラン住民がおり、そのうち400人がミシュランに雇用されていた。グランオゴーリからの第二の移民の波が起こり、1946年から1955年までの10年間に747人がグランを去り、多くが合衆国へ向かった。 19世紀半ばから20世紀初頭までは、グランでスレート石が採掘される黄金時代であった。スレート石は、前世紀から用いられていたが、地域の需要の増加のおかげで繁栄した。そして1892年には、ガンガンからロスポルダンの区間の鉄道路線が敷かれた。鉄道駅は、トレラゼサンスレート石との競争にさらされたため1962年に廃止された。 1941年7月14日夜、200人のグラン住民は、共和国の三色旗を掲げながら、街頭を更新し、ナチスドイツ当局を苦労した。このため逮捕者が出た。抗議を行った5人の主要人物は逮捕され、バンヌのナザレート刑務所での3週間から6週間の刑に処された。グラン住民40人の殺害は、ナチスの蛮行である。ブシャール家は、 家族の三人を失った。重傷を負っていたレジスタンス運動の活動家を家にかくまった容疑で父親と息子二人が強制収容所へ送られたのである。2007年の新学期、グランの児童の16.3%が二言語教育を行う小学校に在籍していた。ありがとうございます。